はい、こんにちは、和田美香です。小豆の栄養素をしっかりとろうというレシピシリーズです。今回は小豆のビタミン B1 をより強化するレシピをご紹介します。ビタミン B1 聞いたことありますよね。ビタミン B1 は何のために働いているかっていうと、ブドウ糖を分解して体の中でエネルギーとして働かせるためにとても活躍する栄養素なんですね。で ビタミン B1 が働かない、つまりブドウ糖を取ってるのに炭水化物ですね取ってるのになんかだるいとかあるいはむくみがあるとかなんか動悸がする息切れがするとかそういう時はやっぱりビタミン B1 がしっかり働いていない取ったブドウ糖がしっかりエネルギーになっていないっていう風なのが原因になりますまあ体温が低いっていう時もこれにあたりますね 小豆、ビタミン B1 がとても多く含まれています。今回ご紹介したいのは、ビタミン B1 をたくさんよく含まれていると、一般的に言われている豚肉と合わせた小豆の煮込みですね、を作っていきます。今回これをご紹介している目の前にあるのは、これから調理する材料になっています。とってもシンプルです。まず小豆、そして玉ねぎ、豚肉、で塩、胡椒、水です。 まず最初にゆで小豆を作っていきます。でこの時にゆで小豆、あの、菓子作りの時みたいに渋切りしたりとか煮こぼしたりとかしません。すべて水溶性の栄養素も全部取り込むためにゆで小豆、煮こぼさず渋切りせず作ります。で、今回はシチューですので小豆が腹割れしても大丈夫です。なので、あの、しっかり柔らかくなるまで煮てください。 柔らかめかなって思うところの方が、まあシチューなので美味しいです。玉ねぎとね、とろっとした玉ねぎと合わさって美味しいです。じゃあ最初、茹で小豆作って、鍋、後の材料を鍋に入れるところまで、また、で戻ってきます。じゃあ最初、茹で小豆を作って、また戻ってきます。はい、小豆が茹で上がってきました。で、その間に他の材料も切って、あとは鍋に入れて、今度煮込んでいくだけになります。 おすすめは無水鍋ご用意いただいて利用いただくことですそうするとほったらかしでも水分の調整を気にせず弱火でコトコトずっと煮込むことで玉ねぎも柔らかくなるしあと豚肉もほろっとしますまず玉ねぎ薄切りにしたものでこれゆであずき今回ですねゆであずき まだちょっと実は食べられるんですけど一番最初に私は小豆柔らかめにゆでる方がいいですよっていうふうにお話ししたんですけれどもまあ大体他の料理、うん、例えば小豆ご飯の上にのせたりとかキッシュに使ったりとかサラダに使ったりとかするときはやっぱちょっとちょっと形がちゃんと残っている方が美味しいんですね。なのでどっちで揃えて冷蔵庫に常備するかっていうとちょっと形が残ったままで 常備することの方が多いので、それと同じように炊いてます。なんですけれども、今回シチューになってますので、もう少しぐだっと皮が破れてもいいぐらいに柔らかくなるぐらいに茹でた方がいいので、ちょっとそのポイントもお伝えしますね。これ、茹で小豆、ほぼ腹割れしてない状態で、ちょっと固めの状態になってます。ね、ツヤツヤしてますよね。で、 豚肉入れます調味料を入れずにこのまま分分から80分煮込んでいきますなぜ調味料を今の段階で入れないのかというと塩まあ通常や本当に柔らかく茹でた小豆だったら塩入れてしまってもいいんですけれどもまだもう少し柔らかくなってほしい。 っていう段階だと調味料を入れるとやっぱ硬くなってしまうんですね。硬くなるっていうか、硬いままで柔らかさがストップしてしまう。なので、今、もし柔らかいままで、もう柔らかいままっていうか、柔らか本当に理想の柔らかくなったような状態で小豆をここに入れられる場合は、もう塩今入れていいですけれども、他の野菜に、野菜料理とかにも使い回したい。小豆ちょっと形を残したままで、 炊いたんだっていう場合は、この段階では塩は入れません。出来上がって、出来上がったよっていう段階で塩を入れます。ということで、このまま、今材料を入れただけで蓋をして、このまま7、80分弱火でコトコト火にかけていきます。まあ蓋を開けなくても無水鍋なので、水分飛ばないので大丈夫です。ほんとごく弱火で。 もし持ってらっしゃる方がいらっしゃれば、シャープのヘルシオホットクックで、まず70分設定してみてください。かき混ぜなしでね。はい。じゃあ、また戻ってきます。はい。70分経ちました。ね、小豆大丈夫かなあ、柔らかくなってますね。じゃあ、最後に、これ、えっと、全体の重量の0.7%の塩。これ約、 計量したら8.3グラム必要だったのでこれ今入れます。と胡椒も入れてこれで出来上がりです。材料はとてもシンプルですし、まああと切って煮込むだけなのでホたらかし料理にぴったりです。ちょっとお味見してみます。 とね豚肉もすごいとろとろだと思うんです。ねこんなに。で、やっぱりこれ一番はね小豆の塩スープに肉がちょっと入ってあの出汁が出てるぐらいに思っていただくといいです。まあ、本当にあの地味あふれる味です。はい、いただきます。はい、玉ねぎからもしっかり旨まみが出てます。肉もいただいてみましょう。 塩後入れですけど何ら問題ありませんはいビタミン B1 たっぷりのお料理のご紹介でした、まあ、ビタミン B1 を取って炭水化物まあブドウ糖を燃やして冷え知らずそして、まあ、むくみとかだるさから解放されましょうこれまああったかいのを食べるだけでね体も温まりますぜひ試してみてくださいでもしこれちょっとたくさん作りすぎたわっていう時はここに今度あのトマトを入れて ミネストローネ風にすることもできますしカレー粉を入れてカレー味にすることもできますでだいたいこの分量でえたっぷり食べて4,5人前分ぐらいですのでお客様いらした時にもこの料理しいいと思ってますお出ししてますぜひ試してみてください